ラジ。週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルくんラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は5月オープン、毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルくんラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチとクスノキです。はい、本日前半のトークテーマは遠足。ちょっとね、昔の記憶をちょっと蘇らせて待機してください。はい、ツイキャスでのコメントお待ちしています。はい、後半は沖縄路線バスの旅後半戦です。そうです、やっと、はい、一月前の続きっていうやつ、はい、美ら海水族館編をお届けします。はい、はい、グルくんラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルくんラジオ、ハッシュタググルくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルくん .沖縄、メールアットマークグルくん .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介しますので、たくさんのメッセージをお待ちしてます。フリートーク前半、フリートークはテーマが遠足でございます。はい、はい、ツイキャス皆さんこんばんは。いろいろコメントいただいております。ヨシーさん、こんばんは。今夜北部ということでね、はい、後半北部の旅をお届けします。はい、ほかまさん、はい、こんばんは。こんばんは。勝連川さんもこんばんは。こんばんは。長谷川さんこんばんは。中谷藤波どうなってますかね。今日の阪神タイガースは楽天戦ですけど、今どうなってるんですか。今ねちょっと見てみましょうね。2点取っとるわ。素晴らしいっすね。はい、あ、中谷がホームラン打ったようですね。はい、ありがてえ。今日はね、藤波慎太郎が投げております。頑張ってほしいというね、はい、あの阪神情報もお届けしながら、ね、前半のテーマトークは遠足ということ で、はい、で気がそぞろになりがちっていう感じね。じゃあちょっとメールご紹介いただきましょうか。はい、ラジオネームどさんこぐるくんさんからいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、さーい、テーマトーク遠足、懐かしい響きですね。中2の時にディズニーランドの遠足がありましたよ。いいな。一応夢の国を作っているキャストと呼ばれるスタッフさんにインタビューをして、お客さんを安心安全に楽しませる方法を学ぶみたいな感じの目的がありましたが、まあ遊びまくりですよね。私服 OK の遠足だったので、茨城から訪れた僕らはみんないつもよりおしゃれをしていった覚えがあります。そういえば地元の隣の中学校ではある生徒が着ぐるみをボコボコにして池に落として、次の年から中止になったなんて噂がありましたよ。夢を壊すようなことをしちゃダメですよね、ということでメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、悪いね。悪いね。ボコって池に落としちゃいかんさ。でもなんかこういうニュースありましたよね。なんか聞いたことあるね。聞いたことがあるけど、羽目を外しすぎる修学旅行生、ね、もしかしたらまさか地元の隣の中学校だったんですかね。ダメです皆さん、ね、夢の中の人なんかいないんやですからね。そう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 、そう、夢の国いないですからね。ね、暴力はダメですよ。ダメです、ダメです。どうですか遠足。遠足ね、うん、遠足ってあんまりイメージないんですけれどもね、はい、今どうですか、高校生も遠足行事であるみたいなんですけど、うん、沖縄全国的には多分違うと思うんですけどね、うんうん、沖縄の高校の遠足って大体がビーチに行くんですね。ビーチに行くんですか。ビーチに行ってバーベキューするんですよ、うん、なんか遠足ってなんか山に行くイメージありません。あるね、全国的に、うん、山に行ってお弁当持っていくよね。でも沖縄山がないですもんね。うん、じゃあ海に行くしかない。海に行ってバーベキューをするからお弁当を持ってこないっていうね。
あ、はい、そういう遠足というのはよく聞きますけどね。そうなんですね、なんか5月の時期になると、うん、まあ、とある金曜日とかですよ、だいたい遠足だからね、うんうん、ゴールデンウィーク前の、うん、そういったところに出てくるという、あの高校生が占領してるっていうことがありますよ。す、私はあの中学生の時の1年生だったかな、修学旅行はあのスペースワールドでした、あの亡くなった、あ、はい、スペースワールド、はいはいはい、あそこでしたね。そうなんだ。ほぼ貸し切りみたいな感じで平日だったので、うん、できましたね。あ、なるほど、遊園地もないからね、沖縄ではね、なかなかね。なるほど。小さい時 の、 その幼稚園の時もなんか小さい子供用の遊園地でしたね、あ、遠足は。あ、そうなんだ。参りましたね。私は最近大人の遠足に行ってきました、はいはい、あらあら、どちらに、名護の方ですね。あのオリオンビールの工場見学をして、はい、あの塚山酒造所で、あの、まあ、そこは国家っていう泡盛を作っているんですけど、そこの見学をしてっていう、もう大人のための、うん、なるほど。お酒を飲む遠足。これはなんかバスかなんかでみんなで行ったんですか。そうです。あの西原の新里商店さんっていうバーがあるんですけど、はいはい、私一回も行ったことないんですが、うん、あのたまたまあのお誘いいただきまして、はい、うん、それであの貸し切りバスというか、貸し切りというかレンタカー借りて、はいはい、みんなでお酒を飲みながら、運転さん以外、あ、つれえな、はい、運転手さんこれでそうなんですよ、本当に申し訳ないなと思いながら、そんな大人の遠足をしてきました。いいね、あの、うん、コースが大人らしくてよろしいですよね。で、その酒造所はあの国指定重要文化財にもなっている、うん、酒造所さんで、はいはい、沖縄で唯一戦前からの姿を残している酒造所さんということで。そうなんですか、うん、なんかね、そうなんだ、うん、再建工事が4億円かけて7年間やってたのが、うん、なんかついに終わったことで、すごいなと思って、うん、すごいね。でも本当に、うん、古い建物がしっかり残ってるので、うんうん、建物に興味がある方も結構いらっしゃるみたいなので、ね、あ、うん、あ、じゃあちょっとおすすめです。建物好きとしては建築してみたいと思いますね、はい、じゃあツイキャスコメントいきましょうか、うん、長谷川さん、遠足か、小学生の頃コカ・コーラの工場に行った記憶があります。あ、工場見学って小学生ありますよね。あのポカリスエットって何ですっけ、大塚製薬、うん、行った気がします。ポカリスエットと、あれカロリーメイト、うん、お土産にもらった記憶があります。あれは小学生かな、高校の時に、うん、北海道なんでマルちゃん製麺、はい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 、のとこ行ってと思います。なんかラーメンもらった記憶がある、いいな、ラーメン、ラーメン大好きでとっても嬉しかったなっていう記憶があったな、はい、あと長谷川さん、大人の遠足なんか良いって、ね、うん、大人だからアルコール付きっていう、そうなんかいいよね、こう羽を伸ばせる感がある感じがしますね、うん、そうそうそう、また1週間頑張れる気持ちになりますね。ね、おじゅんさん、ありがとうございます、はい、こんばんは、 こんばんは。遠足、幼稚園生から中学1年まで毎年同じ山に登って、やっぱり山なんだ、山か、同じ場所なんですが、いろいろな参道があってちょっとワクワクした思い出がありますということですね。なんかね、うん、あの地元の山とかでもね、うん、あのみんなで登るとまた違った景色に見えたりとか、普段行かないじゃないですか、うん、地元の山とかって、うんうん、だから山ってやっぱりね、ここおじゅんさんも言ってるみたいにルートがいろいろあって、やっぱりね、うん、高学年とか中学生だったらちょっと厳しいので、うん、山頂目でちっちゃいところは下の方とか ね、うん、いろんな楽しみ方ができそうですね、うん、でもお母さん方は大変ですよね、お弁当の日は ね、 そうね、兄弟が多かったりしたらね、うん、そうですよね、運動会の時とかね、うん、全部同じ、こう、ね、重箱だからいいですけどね、そうそうそう、入れたらいいけど、うん、そうだそうだ、お弁当、うん、お母さん方、お弁当はね、いろいろ、でも今お弁当で、うん、ほらお友達にあげたりとかもダメらしいですよ、アレルギーのある子とかがいるから、あ、そっか、うん、だからもらったりも、うん、そう、そういうのもやめましょうって言ってるところもあるらしくて、なんか昔ねなかったしね、うん、食べ物アレルギーとかあったんだろうけど、あったけどそんなにたくさんねアレルギー持ってる子っていうのはあんまり、うん、そうそう、うん、いなかったような気がしますね。まあちょっとねアナフィラキシーとかいろいろ怖いのがあるからね、うん、心配は確かにありますよね。でもお弁当のね、うん、おかず交換と、あとみんな持ってきたお菓子の交換と、うん、セットですよね。そうです一
1次会2次会みたいな感じ でお菓子はなんかバス移動の演奏がもうね、うん、最初のバスで食べ尽くしてしまうやつとか、ね、あ、いますね、うん、うんうんうんとかあの持ってきちゃいけない量を持ってきちゃうとか、うん、そうそうそう、うん、おやつね300円っていうのなんかよく聞くじゃないですか。おやつで300円とかあとバナナおやつに入るんですかとか。これ永遠の謎なんですけど私、うんうん、どうなんですかね。入るんですか、ね、入らないです。入らないですか、はい、バナナは果物です。果物おやつには入りません。入らないんですねと私は思っています。そうなんですね、はい、300円も微妙だよね、うん、うまい棒30本持ってくるやつとかノリで言いなかったですかこのパックのやつ。いたかもしれない。300円でうまい棒30本持ってくるっていうね、うん、いや飽きるよねっていう。本当飽きるよねだちょうど長谷川さんバナナはおやつですかっておやつではないです。デザートです。デザートです、はいうんはい、勝連香織さん高校の遠足はニーバルビーチでした。現地集合現地解散という中学の時は丸々定石が多かったですとか、ね、やっぱり高校沖縄高校はビーチなんですよ。もう現地集合現地解散地元の場合はただちょっとね、バスで行かなきゃいけないビーチもやっぱり中にはあるじゃないですか、うん、そうですね学校によっては多分ね、うん、でバス借りてるっていうのもあって、うん、まあ出勤する時とかねやたらバスがいっぱいいるなと思ったらこう遠足なんと思われるようななんとか高校とかねかかついてたりしましたけどね。でもね沖縄修学旅行生も多いからバス多いですよね、うん、多いですね観光バスね。そうバスはやっぱり多いです、うん何番、うん、何号車みたいなのよく見ますけどね、はいうん、吉井さん沖縄の遠足ビーチパーティーっていうのがいいですね。弁当作らなくていいからママさんは助かりますよ ねそれはもうお母さん大助かりですよ ね、うん、そうですよね。まあ、高校生ぐらいだったらあれかな、うん、お弁当持ってこいって言ってもコンビニで買ってきたいとか。あ買っちゃうかもしれないです ね、うん、なんかお弁当とか学校に持ってくるっていう、ね、男の子なんかはね、うん、逆にお母さんの弁当はもう嫌だとかね、うん、そういう女の子たちは違うと思うんですけど、ね、あるかもしれないですからね、うん、ビーチパーティーはもういいですよ。弁当忘れて泣くやついないからそうですね、はいうん、いいと思います、はいうん、なんか面白いな長谷川さん中学の遠足ん時遠足みたいな煮物会やったな。煮物会初めてなんか芋煮会みたいな感じですから、よくわからないですけど楽しい。みんなで、うん、な持ち寄りするんですか煮物を、ね、かみんなで作るなんかおばちゃんっぽいですね煮物会ってね美味しそうだけどすごい、うん、あ西郷さんヤッホーウィース、おこんばんは、はい、ありがとうございます。まあこの遠足 ねいろいろ思い出はあると思うんですけれども、はい、後半戦では我々の遠足だった、ね、行きましたね。やっとお話できます、うん、海洋博美ら海水族館お話ししますよ。ということで沖縄路線バスの旅後半戦に入る前に、はい、あの長谷川さんから芋煮会だったということで、うん、芋煮会でしたかにしても、うん、芋煮会も遠足ねえ、ね、すごい、すごいね、で大吾さんから遠足に行ってまでみりんとか酒持ってくっていうことで芋が来てますが味付けするためのねえすごい面白いな、うん、あそうかえやるんですか芋煮会え芋煮会はやるよ。芋煮会私なんかニュースとかで見たことがありましたけどね。ちょっと沖縄ではおそらくないと思います、うん、芋煮会って、うん、地元にもなかったですね、うん、ちょっとこれは気になりますね。後でちょっと調べよう。おじゅんさん高校生で遠足あるんですね、うん、なかった気がします。高校でやっぱ遠足ない地域もあるんですかね、うん、九州ない気がしますね。沖縄はあります、うん、ありますかありますね。あということでね、うん、はい沖縄路線バスの旅の方に行きたいと思うんですけど、はいはい、まあねあんだけね美ら海水族館行ってくるよっていう話をしたのに、うん、前回全く美ら海水族館の話をできないまま終わるっていう、はい、ねそうすごいあの沖縄路線バスの旅の話をしたんですが本当にね、はい、やっとあの美ら海水族館に入ったところから行きたいと思います。そうですね早くついてね、はいうんはい、でね最初皆さん知ってるかもしれないんですが入り口でなんか無料で写真を撮ってもらえるんですけど、うんうんはい、まあ楠木さんが顔出し NG ということで私一人で写りました。
遠いかな。ツイキャスの人見えていますかね。はい、なんかジンベエザメのなんだろう、こうぬいぐるみじゃないな、置物的なものの前でこのハワイみたいなレイをね、そうそうそう、つけて写真を撮れるという ね、なんか一人寂しく浮かれてる写真が撮れてしまう、ね、私が半笑いでベッチさんの写真を撮るっていうね、ひどいことしてましたであれですね、沖縄観光インフラカードももらい、はい、これね、はい、皆さんぜひもらってください。無料ですよ、うん、無料のカードをいただきまして、はい、でやっと中に入れるわけですが、はい、はい、でもそれチュラミ水族館は楠木さん何回目ですか？私なんか3回4回ぐらいじゃないですか、うん、そんなに頻繁には行ってないですよ、うん、もう10年近く行ってなかったと思いますよ。そうなんですね、うん、私も結構久しぶりと言っても、うん、1、2年ぶりですかね行ったんですけど、うん、はい、はい、まずね、あ、まだ水族館に入る前になんか魚の干物を作っているみたいな鯉のぼりが、はいはいはい、そうでした、うん、そうでした。風がなかったもんだから鯉のぼりも完全にひらむかしてて、うん、なってましたね。あれちょうど5月だから鯉のぼりをねずっとされてたんでしょうけど、うん、そうでしょうけど、なんかカツオ感が出てる、カツオ感がありましたね。そうですね、元部長はカツオのぼりとかをね、鯉のぼりの代わりにカツオが名産なので、ね、うん、やるので、カツオなんだろうかと思いながら、うん、まあどう見ても干物感が、ね、そう、もう干物でしたね、うんね、水族館の方回っていくんですが、はい、一番印象に残ったのは何ですか？水族館の中で印象に残るのはやっぱりあの巨大な水槽ですよね、うん、このなんだろう、メインとも言われる、はい、黒潮の、そうですね、なんとかですか、うん、あ、黒潮の海なんとかってね、黒潮の海ですよ、はい、ここがやっぱりメインだけあってね、うん、あのジンベエザメがいるところですよね、うん、どのカメラかな、はい、これですね、はい、でね、なんか、ね、水族館の中では、ね、1番から10番までチュラ海観察ガイドっていう、うん、結構しっかりした紙をいただけて、はい、そうそう、うん、これ B5 ぐらいか、うん、そうですね、うん、これをね、ただ両面ずり、ずみ、ずり、うん、だからなんだろう、チュラ海水族館行った後もね、しっかりお魚の勉強ができるというか、うん、これ子どもたちのね、自由研究とかにも使えそうなぐらい詳しくて分かりやすい、うん、ものですよ。でしかもこれね、もっと詳しく知りたい方、ホームページ上のチュラ海生き物図鑑をご覧くださいっていうのがあるので、うん、多分さらにもっと詳しくホームページで見れるっていう、うん、なんと優しい、ね、チュラ海水族館なんでしょう。優しい、ね、そんな感じで回ったんですけれども、うん、巨大水槽のところでね、我々やっとご飯にありつけるんですが、そうです、うんうん、ご飯を食べるって、なんかあの水槽前にね、こうレストランですか、あるってこう魚を見ながらご飯を食べるっていう、うん、こうブルーな感じで、ね、こう海中神殿にいるような、ね、うん、いい感じのところだなっていうことで、そうそうそう、入っていったわけですよね、うん、我々はね、うん、うん、ってなりましたけど、うんうん、ちょっとね、うん、うん、ってやっぱりね、巨大水槽見ながら食べれるっていうのが売りなのでうん、うんうん、それでまず満足しなきゃいけないんです、うん、なぜうんっていうかというと、メニューがうんだったということですねそうです、うん、メニューの数とか、そう、まあね、うん、味っていうよりは、うん、何かなっていうなんかちょっとうん、なんかちょっとうん、なんだろう、チンして食べたことがある味がするというかっていうものもあったので、勝手にね、すごい期待をしていっちゃったもんで、うん、そうそうそう、巨大水槽のすごさと同じようにご飯も美味しいのかなっていうのを勝手に、このピラフなんかローソンで買ったことあるみたいな、うん、味がしてました。これ個人の感想なんで、うん、個人の感想です。個人のディスってるわけじゃないです、うん、個人の感想です。ただ2人とも同じ意見だったっていうだけです、うん、2人ともそれしか食べるのなかったっていうのが、ね、そうなんですよね、はい、だから食べに行ったわけじゃないから、うん、見ながらちょっと休憩っていうことで、あ、長谷川さんからコメントが来てますが、はいはい、魚を見ながら魚を食べるということで、ああ、うんうん、でも魚メニューはあったっけ、エビピラフのエビ、エビピラフを食べてたね私、うん、そうですね、正直エビいたじゃないですか、うん、エビめっちゃ食いたかったですよね、エビ食べたかったですね、うん、エビ食べたいなってなってましたね、水槽前で私たち、そうなんですよ、ね、美味しそうってと本当ね、いつからこういうなんか気持ちになるようになるんでしょうね、子供の時はわあすごいって思うのに、大人になったら、あ、美味しそう、あ、生きがいいとか、ああ そう、うん、そういう感想になっちゃうのって、脂乗ってるなみたいなこれ何歳からなんだろう、これはダメな大人ですよこんな言うなっちゃね、ね、うん、
ということで、ねうん、あ、ヨッシーさんの写真撮影観光客の定番ですねということで、じゃあヨッシーさんも撮ったのかな、うん、あの入り口のところにもね、はい、スポットありましたけどね、ジンベエザメとかで、子どもの夏休み自由研究に行けますよということで、うんはい、いいですよね。長谷川さんも美ら海水族館行きたい、魚を見ながら魚を食べるところですね、大吾さん魚を見ながら寿司食おう、あ寿司食べたかったな、寿司食べたいですね。あここで、うん、お久しぶりの前あの、うん、ラジオにゲストで来てくれた、うん、ハットのハンナさんお久しぶりです、ありがとうございます、お久しぶりです、ありがとうございます。で巨大水槽も見終わり、もう全て見終わった後、うん、あの出口に行くんですが、はい、その入り口で撮影してもらった写真を受け取るための私、はい、レシートみたいなものをどっかでなくしまして、はい、でわどうしようってなっていたら、うん、ありましたよって店員さんの声がそうやたら元気だねやたら元気にこの写真を持ってきてくれてであの大きいものは有料で購入できますよっていうご案内だったんですけど、さすがにね一、うん、人で写ったこの写真を購入して部屋に飾るっていう、 考えはなかったので、うん、ありがとうございますっていうことで、うん、あの無料のものをいただいてきました。これもうなんか割とこの有料押してきたよね、うん、有料結構押されましたね、うん、しかも探していただいてるので、うん、わざわざ顔を見て、うん、そうでしたね、はい、ちょっとあのでも一番びっくりしたのはお土産屋さんの混雑具合びっくりしましたね、うん、すごかったですね。なんか修学旅行生もだし、うん、ツアー客の方もいらっしゃったの、はいはい、団体さん団体さん、うん、さらに団体さんみたいな、そうそうそうで我々個人みたいな感じなので、うん、なんかもうここを抜けなきゃね、うん、一応は出口も行けないしね、もうちょっと広くしてほしいですよ ね、 そうですね。レジもたくさんあるはずなんですけどすごい少なく感じちゃうぐらい人がいるっていう、レジでまた並ぶっていう ねそんな感じでしたけれどもね、はい、そんな感じで美ら海水族館を回り、うん、あの3カ所目は熱帯ドリームセンターへ行きましたね、はいはいはい、こちらにも例のそうこのカードを受け取るために、うんうん、100円バスに乗りまして、そうそう沖縄観光インフラカードをもうゲットしたいがためにここの熱帯ドリームセンターに行ったんですけれども、うんはい、これでコンプリートですからね、うん、コンプリートしました、はい、で園内はあの電気遊覧車、うん、電気自動車みたいなやつ、はい、が走ってて、はい、1日乗車券がなんと200円というね、う1回乗るのに100円でしたっけ、うん、1回乗るのに100円だから往復するならもう1日買っちゃえばっていうね、買わないちょっと面倒くさいんでしょうね、お金のやり取りするのがきっとね、うん、もう1日買っちゃえよっていうで、うん、私も乗るとき手元にはなくなったと思ったら、うん、一緒ですよねとか言ってベッチさんが見せてからあどうぞみたいな感じ、ゆるい結構ゆるかったですね、結構ゆるかったですね、うん、はい、で熱帯ドリームセンターは、うん、あのまた別料金がかかるんですけど、はいはい、あの入り口のところのお土産屋さんはね、うん、あのただで入れますので、そうですね、そこまで行けます、うん、なのであの美ら海水族館でお土産買う気が失せちゃった人も、うん、ちょっと足を伸ばして熱帯ドリームセンターまでねバスでスッと行けば、そうですね、うん、お花が好きな人はあっちでお土産買えるしね、私もお花を買って帰りました、うん、お花の名前を忘れちゃいましたけど、はい、お花も買える場所っていうのはちょっと貴重かもしれないですよね、持って帰れるお土産、うん、水族館であったお土産もありますからね、はい、ね、そんな感じで、ねうん、結構がっつり回りましたけど、うんうん、どうでしたか。いや久しぶりにこう、うん、行きましたけど楽しかったですね、うん、やっぱりただちょっと、うん、暑かった暑かったですね、うん、っていうのはありましたね。でもねあの着いた時はお客さんも少ない状態でね、うん、結構のびのび楽しめたのですごく良かったですよね、うんうん、楽しかったです、また行きたいな。で、ツイキャスの方コメントいきましょうか、はい、長谷川さん生きの悪い魚は水槽にいてほしくない確かに確かに食べられてしまいそうですよ。カツレン香織さんから確かに泳いでるグル君見たら美味しそうと思ってしまう。これ皆さん本当に何歳ぐらいからそう思い始めたのかね、ちょっと聞いてみたい。そうね、うん、ダメな大人。はい、大吾さんから団体さん大胆、団体さん一つ飛ばして大胆さん、大胆さんはい、ヨッシーさん何回か行ってますが熱帯ドリームセンターは行ったことがないです、次は行ってみようかなということで、うん、あの植物好きな方はね、うん、ぜひぜひおすすめです。結構写真撮るにもいいとこですよ、写真撮るのにもいいと思います、うん、はい、
ハットの花さんから、うん、久々に美ら海水族館行きたくなりましたということでね、ぜひね、うん、特にね沖縄急にね夏場雨が降ったりするので、うん、雨の日の観光にはぴったりなので、うん、ぜひ行ってみてください。はい、というわけであっという間にエンディングのお時間となっております。くるくんラジオ5月オープン、毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました、はい、さて次回のくるくんラジオ、略してくるラジオはテーマトーク、ラーメンです、はい、食べ物シリーズ食べ物シリーズ第3弾第3弾第4弾4弾かなかな適当だな、適当だね、うんなのでラーメン好きの方々ね、もうぜひコメントください。私は豚骨派です。はい、私は最近つけ麺が好きです。あ、そうなんですね、はい、じゃあつけ麺もありで話をしましょうか。つけ麺もありで、はい、はい、でグルラジクッキングの方は、はい、ハンダマを使ったレシピをご紹介したいと思います。ハンダマって何ですかね。はい、お野菜でございますね。はい、お野菜です。今ツイキャスでは見せてますけど、うん、なんかお野菜というかお花みたいな感じな、なんかね本当に表面が緑で裏面が紫っていうすごい鮮やかなお野菜を使ったレシピをご紹介したいと思います。次回6月22日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチとクスノキでした。さようなら。さよ